はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日のマスターデュエルラジオのトークテーマはこちら、遊戯王マスターデュエルの1周年記念日、いつなのか説12戦、こちらです。あの遊戯王マスターデュエルさん、1周年記念日の説があまりにも多いということを言われておりまして、こちらちょっとまとめてきました。あまりにも多すぎるんで、ちょっと今日はですね、この自分たちの1周年記念日を完全にスルーしていると言われている、マスターデールとかいう、神ゲーさん、これあのユーザーからね、あの1周年記念企画がなさすぎて不安視されてるんですけども、ちなみになんかこの遊戯王デュエルリンクスっていうゲームの6周年は祝ってましたけど、他人の6周年は祝ってましたけど、自分たちの1周年記念全然祝わないっていうね、非常にパンクロック精神の持ち主になってまして、このゲーム今ね、このゲームのね1周年記念企画、まあ、あるとしたら、どこなのかっていうのが、その、全世界のデュエリストが注目してるんですよ。これもはやね、ノストラダムスの大予言に近い。はい。世紀の大予想大会となっております。今回はこのゲームの、その1周年記念日がいつなのかっていうことについて、現状存在している説をね、まとめてきました。なんと、説12個くらいあります。12個。多すぎますね。今日はね、1周年記念日がいつなのかっていうのを考察できる、神ゲーのお話、それでは早速やっていきましょう。まずはいくつか消失してしまった説から解説していくんですけども、まずね、最有力だったのは1月の19日説。これマスターデュエルが日本でリリースを開始したのが1月の19日だったんですよ。リリース開始した日なんだから1月19日だろうってのは当然ですよね、説としては。もちろんね、公式からは何らアナウンスがなくて、公式ツイッターとか、広報とかもう一切1ミリもこの話題に触れてすらいません。はい。ということで消失しました、この説は。余談なんですけども、このゲーム実はですね、1周年記念企画だけではなく、実はね、リリース自体もね、何の告知もなかったんですよ。意味不明にね、急に2022年の1月の19日に、急に、あまりにも急にね、ボールが来たから、もう QBK ですね、QBK。2022年の1月の19日に、急にリリースされたっていう実績があるんで、普通なんかこういうのって告知しますよね。なんならこういう大事なことって普通の人なら告知したくなりません。コナミはね、一切そういうことしないですよね、パンクロッカーなんで。もう一つはですね、1月の26日説ってのがありました。この日はですね、公式よりメンテナンスのお知らせっていうのがあらかじめあったんですよ。しかもイベント中にわざわざ全デュエリストがね、このメンテナンスに絶対なんかあんだろうと、絶対何かあると陣かけして、公式からのお知らせ待ってたんですけども、お知らせされた内容はこちら、テーマクロニクル追加ミッション解放、これのみ。予想されていた、データ更新とかも一切なかったですし、公式からのアナウンスも全く当たり前にないですし、その頃ね、遊戯王マスターズゲル公式のツイッターが何をしてたかっていうと、なんか1周年記念の話題には一切触れずに、VTuber のツイートをね、RT していまして、その広報のやる気のなさにですね、一定数のユーザーがブチ切れていました。ツイッターでは。ちなみに、この日のメンテナンスをですね、僕は伝説の1周年記念メンテナンスと、呼んでおります。はい。というわけで、まあ、1月の26日説もあっさりと消失をしました。でね、3つ目にね、1月の27日説っていうのもあったんですよ。これはね、遊戯王マスターデュエルのスマートフォン版が、リリースされたのが1月の27日だったんですね。iOS 版と Android 版がリリースされた日だったんですけども、この日何が起こったか見てみると、デュエルパスの、報酬内容の更新と。1周年記念デュエルパスを更新するということですね。はい。まあ、要するにもちろん何もね、アナウンスはないですし、公式もうんともすんとも言いませんでした。ということで、1月の27日説も消失。4つ目にですね、1月の31日説っていうのがあったんですよ。これはなんでかっていうと、この日ね、過去のセレクションパックが、その販売終了するっていう日でございまして、マスターデュエルっていうのはですね、よくね、セレクションの終了日に新しいパックが発売されるっていうことが多くて、ユーザーの注目を集めておりました。はい。もちろん、何にもありませんでした。というわけで、1月31日説も消失します。で、ここからはですね、まあ、今現在、動画公開日現在で、1周年記念日として、有力とされている説をいくつかご紹介します。5つ目はね、2月の3日説。これはなんでかっていうと、2月の3日にですね、
遊戯王マスターデュエルが全世界リリースされた日となってるんですね。なんか日本では1月の19日っていうなんかすごいちょフライング気味に何のお知らせもなくリリースされたこのゲームなんですけども、一部の国では1月の19日時点ではまだリリースされていなくて、2月の3日に正式に全世界に展開されたっていうことなんですよ。まあ、要するにグローバル配信ってやつです。はい。で、一部のユーザーからはその2月の3日が1周年記念日じゃないかと、言われております。盛り上がっております。はい。ちなみにデュエルリンクスのですね、周年記念、何周年記念みたいなあるじゃないですか。あれはね、グローバル配信記念日をベースに計算しているらしいんで、マスターデュエルももしかしたらそうである可能性が大いにあります。まあ、つまり2月3日もしかしたら何かあるかもしれない。信じるか信じないかはあなた次第。そして6つ目、これ2月の9日説。この説はですね、今僕が一番推してる説なんですけども、なんでかっていうと、まずね、マスターデュエル公式が3ヶ月記念キャンペーンっていうのを実施してるんですけども、なんか5月9日にやってたんですよ、それが。だからまず3ヶ月記念をやっている、そのゲームが1周年記念をやんないことはないと思うんです。多分ね、あるかもしんないけどマスターデュエル運営何考えてるか全然わかんないから、あるかもしんないけど、多分ね、一緒にやるとしたらね、5月の9日に3ヶ月間やってるってことは2月の9日なんかなっていうね、いうのと、あと毎月診断の実装が9日前後なんですよ、大体。新しいパックね。だからまあ、もしかしたらその辺にコナミ社内でもそのなんだ、9日前後に新しいパックを出すっていうサイクルが仕事のスケジュールで組まれていて、だからまあ1周年記念もそこに合わせてやるんじゃないかっていう、この2月の9日説意外と有力です、俺の中では。そして7個目、2月の14日説。これはですね、現在発売中のミステリアスラビリンスっていうセレクションパックの販売期間が終了する日だからです。まあ、あとバレンタインだしね。これもね、先ほど述べたようにセレクション終わりの日に新弾が来るっていうことも多いんで、まあ、この説もね結構ありえるのかなというふうには思っておりますね。はい。で、今お伝えした1年記念日の考察日が真面目な考察とするのであれば、これ以降ふざけた考察になってまして、1周年記念に対して公式からのアナウンスが全くなかった結果、頭がおかしくなってしまったデュエリストっていうのが何人かいるんですよ。そのなんか頭おかしくなってしまったアタオカデュエリストが考え出した意味不明な1周年記念日の考察、これいくつか紹介します。まずね、8つ目、1周年記念日を考察する話がもう1年続き2周年を迎える説。いや、これ要するに、ね、何もないってことでしょ要するに何もねえってことね。で、9つ目、コナミ社内が旧暦を採用しており1周年記念日は2月の19日説。これね、実はありえるんですよ。これなんでかっていうと、ぶっちゃけハロウィンなんかあったじゃないですか、10月の31日に。なんかそのハロウィンに全く実装しなかったゴーストリック関係、ハロウィン関係のアクセサリーをなんだか知んないけど1ヶ月遅れたなんか11月末くらいになんかマサデュエルの公式が急に実装したりする事件があったんですよね。だからなんか季節感ないんですよ マスター運営って結構季節感なくて、普通にありえますこの説も。で、10個目、1周年記念が時の任意効果なのでタイミングを逃してる説。これ意外と有力これはコンマイ語と言われる特有のね、遊戯王のルールが元になってるんですけども、1周年記念日のテキストがね、1周年記念日を迎えた時自らを祝うことができるっていう効果らしいんですよ。だから何々した時何々できるっていう効果扱いになってまして、1周年記念メンテナンスをね、チェーン1で発動されると1周年記念日がね、タイミングを逃してね、発動することができないっていう事件が起きるんですね。これがいわゆるコンマイ語です。はい。ちなみにツイッター界隈ではこの説が最も有力視されてまして、まあ、コンマイ語で教育を受けてきた僕らからするとあまりにも納得ですね。で、11個目、周年を祝う効果はいずれか一つしか発動できない効果であり、デュエルリンクスさんの6周年記念が発動されてしまった結果、周年を祝う効果はルール上いずれか一つなんで発動できなくなってしまった説。これね、全てがね、コンマイ語による表記だとするとこれも普通にありえますね。はい。そしてですね、これが最後の説、一応12個目、そもそもマスターデュエルなんていうゲームリリースされてない説。つまりですね、この世は幻とです。はい。皆さん、いつからこれが現実だと錯覚していましたか？
早く目を覚ました方がいいですよ。皆さんご視聴ありがとうございました。1周年記念日の考察は今後も100年続きますので、今後の動画をお楽しみに。では。